皆さんこんにちは、梅屋ブログです。今回はジンフィズをご紹介したいと思うんですけれども、ジンフィズっていうのはバーテンダーの集大成であるとか、バーテンダーの技術が全て詰め込まれるっていうようなことを聞くことがあるんです。というのもジンフィズというのは、まずジンとレモンジュースと糖分をシェイクして、で注ぎ混ぜて炭酸を注いで、バーテンダーの技法をシェイク、ステア、ビルド、フルーツを扱う、糖分を扱う、炭酸を扱う、全部の技術が入っているので、バーテンダーの技術の集大成やとかっていう風に言われたりするんですけれども、お客様がそうやって、あ、ここはこういう風なジンフィズが飲めるんだとかっていう風に思っていただいて、飲んでいただく分にはすごくいいと思うんですけれども、こういう動画とかお店でバーテンダーがお客様に案内する時に使う言葉じゃないですよね。なんか漫画の読みすぎちゃうかなっていう風に思うんですけれども、まあでもお客様はね、そういったところも楽しみに飲んでいただきたいなと思うんです。もう本当にバーテンダーが言うなっていう話ですね。はい、ということでジンフィズっていうのは1888年ニューオーリンズのヘンリー・ラモスという人が初めて作ったという風にされてます。ラモスジンフィズっていうのがジンフィズの最初ですけれども、それの作り方っていうのは今のジンフィズとだいぶ違って、シェイクに何分もかけたりするとかっていうようなレシピやったんですけれども、でそのジンフィズのフィズってなんやっていうと、ソーダを注ぐとこシュワーってなるじゃないですか。その音がフィズって聞こえるから、フィズって名付けたそうなんです。まあいわゆるクックドゥドゥルドゥみたいなところですよね。我々日本人にはコケゴッコっていう風に聞こえる。犬の鳴き声だとワンワンがバウバウに、シュワーがフィズ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 になるみたいな感じですね。今回は通常の作り方と、水筒をシェーカー代わりに使ってシェイクしたカクテルを作りたいと思います。はい、ということで手元の動画をご覧ください。どうぞ。はい、ということで作っていきたいなと思います。まずジンを入れて、レモンを絞り入れます。モナンのシュガーシロップ、通常のレシピでは2ティースプーンほどっていう風になってると思うんですけれども、当店ではちょっと多めにおよそ13ミリほど入れてやります。理由は私の好みです。で合わせてやって、水筒でできるジンフィズの用意をしていきたいと思います。水筒を用意しまして、ジンをこういうメジャーカップっていうのがなかったら普通の計量カップでもいいと思います。レモンも普通の薬品で売ってるようなレモン絞り器を使ってください。で、モナンのシロップ、このシュガーシロップがなければ普通の砂糖を使ってください。砂糖を小さじ2杯半もしくは3杯ほど入れてください。間違ってもガムシロップは入れないでくださいね。味がくどくなるというか、私が好きな味じゃなくなるというか、私は美味しいと思えないですね。ガムシロップは使わないようにした方がいいと思います。はい、こんな感じでいいと思います。あとはこの中に氷を適量入れてあって、こっちにも氷を適量入れてやる。はい、それでは水筒のキャップをしっかり締めてやって、この中指と薬指の間でここを挟んでやって、こちらに左手を当ててやって、そのまま割と長いこと振ってやった方がいいと思います。お店の方のシェーカーも、でシェーカーの中の氷を使ってやります。こういう風に色がこう濁ってないとあまり美味しくないような気がします。で炭酸を注いであげて軽く合わせてやって、はい、これで完成です。はい、水筒の方も開けてやって、中の蓋を押さえて、いいですね、結構いい色になりますね。で氷を入れてあげて軽く合わせ、炭酸を注ぎ合わせてレモンスライス、はい、完成。はい、ということでジンフィズの作り方でした。この水筒で作ったやつでも、レシピがしっかりしていればすごく美味しいです。ご家庭でも本当に簡単にできると思います。結構お店でやったやつ、でよくねこうやってこうあるじゃないですか、これどうしたらいいね、食べていただいて構わないです。食べてください。食べれるなと思ったら食べてください。で分からなければバーテンダーにこれ食べていいんですかって聞いてください。はい、というわけでジンフィズいかがだったでしょうか。ご家庭でも本当に簡単にできると思うので、バーテンダーの集大成っていう風にね、それをねあまり表に出すのはどうかなっていう風に思います。ダサい。
私が言うのもなんなんですけれども、はい、ということで動画が良ければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。